桜が池周辺の空中写真1977年撮影この撮影当時東海北陸自動車道はまだ建設されていない国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成桜が池は富山県南都市西原にあるため池である2010年3月25日に農林水産省のため池百選に選定された また桜が池検定公園として指定されている。東海北陸自動車道桜が池ハイウェイオアシスに隣接する都並平野を一望する高台にあり530ヘクタールの考えを行っている。水源は、はかま産の水源観葉林の水を都並ダムに貯水し、その一部を導水している。旧城花町南西部の地域では一級河川、小矢部川、 水系山田川の水を利用していたが流量が少ないため常に水不足で干ばつのたびに水争いが起こった。1935年頃に山田川沿岸高地整理組合井口人氏組合長を中心に山田川に園庭を築きダムこを作る山田川沿岸水利補給事業計画がされたが当時の技術では不可能であったため 縦野が原因演習地内にため池を作るため、陸軍や県に陳情し、1941年7月に着工1954年に完成した。湖畔には戦後800本の桜と400株の筒ツ子ツが植栽され、公募により大ケチと名付けられ、富山県南都市桜が池公園として整備され地域域の人々に親しまれている。公園内にはコテージ、 野外バーベキュー、バーベキューハウス、自由自由化重従ハウス、や公共浴場等多数の施設がある。周辺には里山特有の生物が数多く生息しており、地元の小学校で絶滅危惧種の岐阜町の育成と池周辺での包丁を行っている。桜ヶ池からダムビンラン、桜が池農林水産省から ため息百選桜が池と山県農村環境創造基金自由の森。ありがとうございます。